今日は私のお父さんについて話をしたいと思います。私のお父さんは沖縄県に生まれ育ちました。お父さんが初めて教会に行ったのは8歳の時でした。でもその頃大好きだった野球に夢中になり、教会に行くことがいつの間にかやめてしまいました。中学生でタバコを吸い始め、喧嘩もよくし、夜遊びもなするようになり、家に帰れなくなったこともよくあったそうです。やがて大人になり働くことになりましたが、相変わらずタバコを吸い、お酒を飲み、ギャンブルまでするようになり、借金もかなりあったそうです。そしてお父さんは逃げるように沖縄を出て東京に出てきました。でもこのようになったことは実は神様のご計画であったのです。ここでお父さんはイエス様に出会うのです。さらに神様の力によってタバコもお酒もギャンブルもすっかりやめることができ、借金も全部返すことができたのです。お父さんはすっかり変えられていきました。そうですね、当時は私は結婚は無理かなっていうふうに思ってましたね。でもメッセージでは聖書にもあるんですけども、求めなさい、そうすれば与えられますっていう御言葉が聖書にあるんですけれども、こんな私でも求めれば与えられるのかなっていうですね、ちょっとそういう希望はありましたよね。それから祈り始めて、それで神様あなたは求めなさいって言ってるので、こう神様あなたが結婚相手を与えてくださいっていうふうにですね、そういうふうにこう祈り始めました。でそれで数ヶ月こう祈っていったんですけど、全然結婚相手来ないんですよね、その時は。求めたら与えられるんじゃないんですかっていうふうにこう言ったんですね。そしたらですね、ある時毎年一回教会で行われる白馬キャンプっていうのがあるんですけれども、白馬キャンプの最中にですね、すごく私の胸に飛び込んできた御言葉がありましてですね、聖書のある一箇所なんですけども、すでに受けたと信じなさいというですね、この言葉でした。ある女性とですね、このほとんどの奉仕でこう一緒に奉仕をするっていう機会がありまして、それでその奉仕をする上でですね、ちょいちょいこうお話をするようになっていったんですよね。でも相手の方は何の関心もない感じで淡々としていたのを記憶してますよね。ちょっと奉仕をするっていうことで、ちょっとそんなに連絡することもなかったと思うんですけども、ちょっと電話番号を聞いたんですよね。そうしましたら断られました。その女性に関してはその神様が導いてるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってたので、それで電話番号とかメールアドレスをですね、ちょっとちょいちょい聞いてたんですけども、何だったんだろうな、違うのかなとかですね、私はちょっとダメなのかなっていうような、ちょっとそういうような思いになったんですけども、こう違う方向でなんか神様がですね、自分から動かないようにっていう風に、なんかこう私にそういう風にこう語ってくださってるような思いがすごくこう来ましたので、そこからやっぱりちょっとね、祈りだけにするように
しました。でそれでですね、こういうふうに祈ってました。その時ですね、もし、その女性が本当に神様が与えてくださる一生の伴侶であるならば、向こうから連絡するようにと、連絡が来るように導いてくださいっていうふうにですね、こう祈ってたんですね。それから数ヶ月経ちまして、2月のある時にですね、本当に私は何にも一切そこから連絡っていうかですね、教会でもそんなにお話しする機会もなく、そういうような状況で向こうから連絡が来たんですよね。向こうから結婚のために祈っていただけますかというふうに来たんですね。で最初は結婚のために祈っていただけますかということでしたので、私のことだと最初は思わずですね、誰と誰のために祈ればいいですかっていうふうにですね、聞きましたら、いや、私とあなたのためですよっていうふうに、言ってこられたんですね。それでですね、っていうふうになりまして、電話切って、それで祈ってですね、で聖書を開いたら、これは神から出たことですという御言葉がすぐにポッとこう私の前に出てきまして、神様、この本当に語ってくださってたように、この導いてくださってたんだなということをすごく思わされました。それから1ヶ月後のに結婚式ということで、すごく、それからパパパともう話が進んでいってですね、結婚することになったんですね。今振り返ってもちょっとやっぱり驚きの連続というか、本当に神様が語ってくださっていることをそのようになされるっていうことと、私のように本当に無理だと思ってて、周りもすごい、お前なんか無理だというふうに、結婚は無理だというふうに言ってた人もすごいいっぱいいたんですけども、でも神様の力をその時に深くこう体験させていただきまして、この恵みを本当に感謝しています。